サンデークリニックこの番組は静岡県医師会静岡県医師協同組合静岡県医師信用組合の協力でお送りします。 皆さんこんにちは野地武彦です家族一人一人が皆健康であることは何ものにも変えがたいものです健康で楽しく暮らしていきたいそんな皆さんの健康に関する悩みや相談にお答えしていくのがこのサンデークリニックです専門の先生から毎週直接健康に関する正確な情報を伝えていただきます今週も静岡市の溝口病院院長の 寺田治先生に認知症の人と過ごす社会の実現に向けて認知症基本法についてというテーマでお話しいただきます。寺田先生、先週に引き続きどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は認知症基本法の考え方を教えていただいて、認知症になっても希望を持って社会の中で暮らしていけるようにという話をしていただきました。とはいえですね、なるべく認知症にはなりたくない。まずは 認知症にならないようにしたいと考えている方多いかと思います認知症基本法では予防についてはどのように捉えているんでしょうかはい、えー。認知症になりたくないならないようにと予防が叫ばれていますこれは医療介護の分野で様々な取り組みが行われ一定の効果がありますしとても大切なテーマです具体的にはあ認知症にならないように予防していくそして早期発見早期治療そして進行の を予防していくなどになると思います。はい、まあ体の持病があれば各診療科でコントロールをする。まあ食生活、運動なので、まあこれまでさまざまなことが行われてきました。最近ではアルツハイマー型認知症を早期の段階で診断し進行を起こらせる治療が行われています。はい、ま治療は一定の効果があり望まれる方がいますし期待が持てます。まあそれで100%悪くはないですが一方で年を取れば 物忘れはするようになり皆徐々に認知機能が落ち認知症の状態になっていくものですいいまあそういう現実があります、はい、ですから認知症になることを恐れるのではなくいずれ皆な,なるものだと認知症を捉え直し、うん、地域や自宅で長く安心して暮らせるような社会環境を作っていきましょうということも今回の認知症基本法の趣旨であると私は考えます、はい、これが共生社会の姿です 認知症の方々を含めた共生社会実現できると本当にいいなと思いますが一方で難しいそのハードルも多いような気がするんですよねはい認知症の方を取り巻く環境の中での課題についてです介護に携わる担い手不足人材不足です、はい、メディアでも取り上げられていますので、えー、ご存知の方も多いと思います認知症の方は増え 2025年問題と言われてきました2025年に認知症の方は700万人に達します都市部地方では高齢化率が違いますからすでに認知症の方を支える世代の課題は深刻になっています、はい、2040年には認知症の数はピークを迎えます担い手不足はこれから5年10年と現在よりも厳しい状況になっていくことが予想されます、はい 今のところ施設病院、えー、などで一応過ごすことができます今後10年10年後かはどうなるか今と同じ水準をキープできるのか地方は特に厳しいと思います病院施設に入れない人は今以上になるかもしれませんあ10年後15年後そういう想定のまあ将来もあるわけですねまた独居高齢者が増えています 家族がいれば本人の意向が確認できなくても医療や介護が必要な場合につなげることができますしかし独居の場合はどうでしょうか入居する際の身元保証人の問題金銭の問題課題は山ほど考えられます、はい、判断能力が低下した人に対して代理人をつけその人の権利や財産を守るという成年後見制度があります これを話すと長くなるので、詳細は述べませんが、この制度もいろいろと課題があります。ですので、独居の高齢者をどう支えるか、身元保証サービス、金銭等の管理など、政府を挙げての取り組みが必要になってきます。多くの問題を抱える形成の取り組み、各部署の連携の促進、縦割りから横割りの対応が急務です。確かに、一人暮らしのお年寄りが認知症になったとしたら、これは、 大変なことがいろいろ出てきそうですね、はい、さらに、えー、家族がいる方でも、はい、一つの世帯で複合的な課題を抱える世帯もあります<う>8050問題と言ったりすることがありますが、はい、障害や引きこもりなどのこう抱える親世代が八十歳になる頃に生じる地域家庭での課題を指しますはい 親が若い頃は親だけで支えてきた子どもが支えられなくなり親も子どもも生活が立ち行かなくなるそして地域の中の課題として表面化されてきますこれら一つの世帯のことですが縦割りの対応では対応が難しいです親の支援をする介護の方子どもを支援する障害の支援者それぞれの対象者だけを介護支援するのではなく 世世帯帯全体を見て世帯丸ごと支援の人口減もありますし支援の在り方も行政サービスの在り方も縦割りでは対応しきれない状況がありこれは認知症だけでなく障害の分野でも丸ごと対応していく方向性つまりそういった課題を対応できる社会づくりの在り方が共生社会というのでしょうか。うん 問題、心配、いろいろありそうですけれども、まあ、どのように対応していく、その考え方ですね、教えてください,、はい。支える家族のバックグラウンドがあってもなくても、自宅中心で生活し続けるために、どう支えていくのか、考えて準備していくということでしょうか、はい、しかし人口減、担い手不足から、介護の重症者だけでは支えていくことは難しいかもしれません。はい、そうなると 介護保険制度の介護サービスだけでなく地域のサロンや認知症カフェさらには自治会単位などつながりや居場所などのインフォーマルな考え方も充実していくことが必要です、はい、そのためには元気なうちから社会との関わりを維持していくことが大切になるのです、はい、まあ今回の制度だけでは支えられません地域が細やかに展開して住民に認知される社会づくり 子どもから高齢者まで皆でという社会これが共生社会ですこれからどんどん増えていくであろう認知症の方々を尊重していくまあそのために私たち一人一人はどんなことをすればいいのかですねはい。認知症が進むと意思表示が難しく本人よりも家族の話がフォーカスされてしまうことがあります臨床する上でご家族からの情報や ご家族の気持ちを察し対応することはとても大切なことでありますだけれどもやはり認知症の人の考えをどう尊重するかが基本事項としては重要です若年性認知症とは65歳までに認知症を発症する方ですが一表示のことで言うと若年性認知症の方の意見はより身近な内容として我々へのメッセージとして捉えやすいかもしれませんはい 数年にも及ぶコロナ禍において意思表示が思うようにできない認知症の方の代弁者として認知症本人大使の方々が中心となって全国で講演を行っている話を聞きました<う>当初は5名からのスタートで令和6年3月末の人数は地域版希望大使計21都道府県計68名が登録されています、はい、静岡県でも活躍されている方がいます そんな大使の皆さんはどんなことを伝えてくださるんでしょうか、はい、この活動の狙いは一人でも多くの人が希望を持って地域で共に生き生きと暮らすことです希望大使は特別な人ではなくどの町にもいる認知症の一人です認知症になってからも大丈夫という実感を持って共に前を向いて歩んでいくことがこの活動をしている方の願いです 当事者である認知症の方々の話に耳を傾けることができる貴重な機会ですその話を聞いて我々はどのように感じるのかまた何をしてみようと思えるのかまたどういった社会にしていけばいいと思えるかが我々国民がどのようにすればいいかにつながると思います確かに認知症の方を理解するためには当事者の話を聞くこととても役に立ちそうですねで認知症の方と接するには やはり認知症について理解をしておくことが大切なんでしょうね、はい、先週もご紹介した長谷川式認知症スケールを開発されたことでも知られている長谷川一夫先生の言葉を紹介します、はい、長谷川先生はとても高名な精神科医で晩年に認知症を発症されそのことを世間に公表し認知症の理解啓発のために尽力されました先生生はは認知症を抱えながら生きていくことは 不幸ななこととでではないと全国各地で講演されました<ー>執筆された本の中で認知症はは突然ではなく連続性があると述べておられました、はい、人間は生まれた時からずっと連続して生きているわけで認知症になったから突然人が変わるわけではない、うん、昨日まで生きてきて続きの自分がいるのだとつまり認知症になるものになったとしてもこれまでの自分と別の人格になるわけではない。 認知症にななるこことととはマイナスなことだと考えられがが、ちですが認知症の人が希望を持って暮らせる社会になるには認知症になることを悲観的に考える人が少なくなることが必要です、うん、周囲の人から「大丈夫ですよ私たちがそばについてますから安心してください」というメッセージがどれだけ心強かったのかと述べておられました、うん、接し方ですね見守るだけではなく寄り添い共に歩んでいきましょうという取り組みが重要です なるほど悲観的に捉えないご本人にも悲観的な部分はまあ、伝わらないようにしたいそういうことなんですね、はい、こういう当事者の方々の意見非常に大切ですねなかなか聞けませんねはい認知症の政策はこれまでも歴史があり介護保険法は2000年頃に施行されました今まで認知症に 施策には当事者が入っていませんでした障害関連の施策会議には当事者の方々も参加していますですので当事者の方が会議に入って意見を発信していくことが重要です、はい、認知症や障害のある方にとって優しい過ごしやすい社会とはユニバーサルつまり我々にとっても安心して生活ができる便利な世の中です ユニバーサルの話を少しします例えば、はい、若年性認知症の方で予定を忘れてしまうので、えー、スマホでアラームをセットするアプリを作るこれも我々も使用すれば便利なツールになります確かにそうですねユニバーサルとは誰にとっても便利なものだということですそういう共生社会を作っていく上で寺田院長が大切だと思うことは何ですかはい病気に関する啓発です<う>学校教育においても早い時期から 認知症や障害について学ぶことや接する機会交流を持つことは大切だと思います、うん、知識や経験は見えない壁を取り除き他人事ではなく自分事として恐れることなく自然に優しく接することにつながると考えます自然に優しく接するまあ短い言葉で言うと簡単そうにも思えますが難しいんじゃないかなとも思いますどういう心がけがいいんでしょうねはい ままず声かけだと思います<う>お店でも親切に対応することが必要ですスーパーで買い物においてもご年配の方を見たら関心を示し必要に応じて声をかける今あのスローショッピングの実践もありますけれども<う>支払いに時間がかかっていてもですねせかすことなく<ー>大丈夫ですよとかこれを払うと良いですよと声をかけるそういう光景を見たことがありますあ,いいあなたのたのめに少し待つ とととととといいいうススタンスを作るるるるここですすかね、うん、昔と比べると社会は少ししずつ変化しているところがあ思ま重いものを持つスーパーの人に声をかける誰しも年を取るとそうなのですから一つ一つ日々の積み重ねですね具体的には徘徊している人を見かけたらあれと思って声をかける、はい、困っている人がいたら警察につなぐ誰にでもできること意識を持つことです<ー>関心を持つということでだと思います。 例えば道を聞かれましたとあれ結構遠いところの場所を聞かれたなっていう場合にはひょっとすると徘徊かもしれないのでどなたかまあ警察をはじめとしてこう助けを求めるようなこと必要かもしれませんねはいそうだと思います、はい、声かけ関心を持つことについて一つ話があります昨年当院があ主催した認知症センターの専門職研修で、えー、2007年 認知症の父親が線路に入り電車に引かれた事故に遭われたご遺族の方にご講演いただきました<ー>高井隆一さんという方です閉じ込めなければ罪ですか安心して介護のできる社会というテーマでした本人が本人らしく生活を続けることその受け皿として今以上に社会が成熟する必要があるというふうに私はこの講演会を聞いて感じました その高井さんが2023年の新聞で「どこに行くの?」と「今なら親父にそんな一言をかけてくれる人がいるかもしれない」と述べられておりましたでも当時、えー、連絡先を記した名札を身につけていた認知症の父は誰からも声をかけられず駅の改札を抜けて隣の駅まで行き列車にはねられ死亡しましたその事故から15年余り経ちましたと認知症基本法の理念である 誰もががが過ごししやすいい社会のの実現に向けたた取りり組みの継続が必要だととうことが分かりましたよく見るとこの方認知症なんだろうなと思える様子だったのに誰にも声をかけられなかったそういう無関心が死亡に事故にもつながったんじゃないかっていう,そう,いう思いですね、はい、さて家族など近くで認知症の方を支えている人たちへのアドバイスはありますでしょうか 認知症の方を支えるご家族への助言としてはですね家族だけで抱え込まず周囲に相談しいろいろな人の話を聞いてほしいと思います、はい、人によって見解が違うからです、うん、自分にとって納得できる話が得られればご家族は落ち着きます一人に決める例えばケアマネージャーさんその方がいい場合もありますがそうでないこともありますから、うん、介護をしている人のストレス その対策は話せる人がいることです抱え込まず密室にならないようにサービスを使うようになると明るくなります、はい、認知症のことを公表しているタレントの恵比寿吉和さんという方がいらっしゃいます、はい、漫画家でもいらっしゃ、はいますその方もまあ公表されたんですけれどもその奥様ですねは認知症のご家族向けにこのように述べられています介護はいつまで続くかわからない マラソンレースのようなもの1 0 0ル競走のつもりで走り続けたらいずれ燃え尽きます全力疾走ではなくペース配分が必要で介護する家族の体調管理の必要について述べておられました、はい、私もそのようにご家族に話しています、うん、うちも実家でですね母のことを父が、まあ、介護している状態なんですけれども父自身が食欲がない時に 母のために料理を作るっていうのが辛いっていう風に愚痴をこぼしていたことがあるんですね、えー、まあ、以前よりも頻繁に電話をかけてそういう介護する側の父の愚痴みたいなものを聞くようにはしていますあの、はい、それは非常にお父様のために支えになると思います<あ>支援者支援という考え方があるんですけれども<う>サポートする方をどうサポートしていくか、うん、やはり話を聞く聞いてあげるまた 話せる相手がいるということはあサポートする支援者にとって非常に大きな力になると思います、はいまあ、そのほかに少し医療的なことになりますが介護をする上でまれに認知症の方が不安定になることがあります<う>例えば眠れなくなるとか怒りっぽくなるとかですね興奮してしまうとか、まあ、妄想が出て、えー、家族を責めることがあります、はい、これを認知症に伴う行動心理症状のこと で BPSD と言います bpsd がある場合には家族の手間が増えることになりますそして対応が難しくなることがありますのでそういった場合にはかかりつけのの先生や介護の関係者にまず相談してくださいその BPSD があってもですね対応の工夫、まあ、環境の調整介護保険サービスの利用により落ち着くことがありますけれどもお。 上手に関わり続けても対応が難しくなる場合には、やむを得ず必要に応じて一時的に落ち着くように薬を処方することがあります。まあ、かかりつけ医のご判断で専門的な治療が必要な場合には、次の医療機関につなげる場合もあります、えー。時折家庭内で虐待が生じることがありますが、これは許容を超えた状態が背景にあることが多いですので、そういった場合にもまず相談していくことが良いと思います。はい 最後に、では改めてラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。はいまず1つ目は認知症を特別な病気だとは思わない2つ目は誰しも年を取ったらなるものだと3つ目はそうなっても暮らしやすいように居場所を作っていく社会とは地域づくりです4つ目は自分事と,として正しい理解と普及啓発を続けること 五つ目は認知症とは生活機能の障害ですから認知症になってもできなくなったことを補いながら生きがいを持って生活できると思います、はい、最後に生、えー、老化国際病院の日野原先生の言葉を紹介します、はい、日野原先生をご存知の方は多いと思いますいい昔先生の講演を聞いたことがあります当時九十歳ぐらいだったと思いますが長時間経ってお話しされたことを記憶しています 日野原先生が高齢者、認知症の人にとって大切なこととして、2つのことを取り上げていました。教養と教育です。はい、皆さんわかりますかんインテリジェンスの話ですか私も文字通りですね、うん、教養と教育が必要だと理解していましたが、はい、先生からのメッセージは違いました。今日行くところがあるの今日行く。はい。 はい、そして「今日用事がある」の「今日用」はい、これが大切だと説かれていました<お>行くところがあるとは社会とのつながりを指しますそういった場所がないという方も気軽に相談できる話を聞いてもらえる高齢者のサラン 習い事でも体操教室でも何でもいいと思いますまず始めてみるそして続けてみる認知症の方が出向くところ用事の先に我々がいるのですそれぞれの場で認知症の方を含めて国民一人一人過ごしやすいような状況を作り上げていくことを地道に行っていきましょう、はい、そして家族で認知症について話すことこれはなかなか当事者にならない限り そその機会はありそうでないかもしれません、はい、今回の番組を契機にまず家庭で自分が認知症になったら親が認知症になったらという話をしてみることが共生社会に向けた誰しもができる第一歩なのかもしれません先週、今週と静岡市の溝口病院院長の寺田修先生に認知症の人と過ごす社会の実現に向けて認知症基本法についてというテーマでお話しいただきました。 寺田先生二週にわたりましてどうもありがとうございましたありがとうございました来週は四十歳過ぎたら眼底検診を受けましょうというテーマでお送りします気になる病気についてなどお聞きになりたいテーマがありましたらぜひはがき風書ファックスで番組宛てにお送りください 番組のホームページにアクセスしていただければ相談事やメッセージを送っていただいたりこれまでの放送内容もご覧になれたりしますお便りの宛先は郵便番号4「4 2 2の8 6 8 0 SBS ラジオサンデークリニックの係」「ファックスは05「054287の5555」55 55「054287の5555」55 55「e ルは「クリニック」 これまでの放送についてはイーネット y o u t u #DIGI SBS」。com です, com です番組のホームページは SBS のホームページの SBS ラジオの欄からこの番組「サンデークリニック」をクリックしてくださいこれまでのの放送についてはインターネット、YouTube の SBS ラジオのチャンネルなどでご覧いただくことができます。お相手は野次武彦でした。この番組は静岡県医師会、静岡県医師共同組合、静岡県医師信用組合の協力でお送りしました。静岡県医師会は県民の皆様の健康を守るため、四千二百五十人の会員が一丸となって努力していますが、一番大事なことは。 日頃からの予防です。また、病気は早期発見・早期治療が大切です。かかりつけ医の指導を守って、健康で明るい家庭生活を送ってください。静岡県医師会からのメッセージでした。